長谷川藤弘源那3年10月26日は、戦国時代から江戸時代前期にかけての武将、旗本。江戸幕府の長崎奉行を務めた。通称は左兵。長谷川藤忠の子。子に、孝忠し、久、尚忠し、孔清がいる。永禄十年、長谷川藤忠の子として、伊勢国一主軍にて誕生。 妹に夏がいる。はじめ、父と共に、北畠具郷、長野具富士に仕える。その後、慶長八年より、徳川家康に仕え、同十一年に、江戸幕府長崎奉行になり、同十九年まで務める。 長崎武行在任中には、オランダ人やイギリス人に通常許可の主因状が下され、糸アップ司法が施行される。と同時に、キリスト教の取締りに腕を振るい、対外貿易の管理と、西国大名に対する監視も強化した。家康の代官として、キートなどの民からの貿易品を先買い調達することが要務で、家康は、慶長11年3月に、 島津市に対して当選が来着した場合には、藤広の指揮を仰ぐように通達していた。ポルトガル商船に対しては、監視人を派遣して乗船者の上陸を禁じ、これを拒絶されると荷上げに対する、監視人配置、罪に荷目録の提出。 住みに見分前の売却禁止を命じるなど、これまでの召喚集を破ったことで商人の反発を買った。慶長14年12月、貿易におけるポルトガルとの利害の対立などに橋を発し、マカオにおけるポルトガルのカピタンモールであったアンドレ・ベソアを追うことになった際、有馬マ・信と共にのサ・セニョーラ・ダ・グラサ号を焼き打ちし、船を沈めた。 これは家康による商品の先買いで損害を被ったことで商人たちの不満が募り、その件で藤弘とペソアとの関係が悪化したことも事件の要因の一つでもあった。また、家康に命じられた香木のキャラの買い付けをめぐって、有馬春信と不仲となり、不具体点の敵というほどになっていた。これが、 岡本第八事件の際、春信が長崎奉行、長谷川藤弘の暗殺を企てたという岡本第八の告発の一員となった。春信の処刑後、藤弘は所領を継いだ息子の有馬直澄の後見人となり、同時にその目付として有馬氏の所領でのキリスト教弾圧を推進した。やがて有馬の地を、 長崎の館内への併合を家康に働きかけ、これにより直おは、慶長19年7月、日向の岡に転覆、有馬の地は、天領とされた。翌年の大阪の陣には大砲を発注した、堺のオランダ人を引き連れて参陣し、発砲させている。また、慶長19年、山口 堺奉行を兼任。大阪の役で荒廃した、堺の町の復興を命じられ、翌元奈元年正月より、周辺に避難させていた14家村を呼び戻し、消失した堺本願寺別院の盆章を中蔵寄進している。最強寺の墓所長崎奉行は、老いの本録を推挙して着任させ、元奈3年10月26日死去。 去年五十一。法名は、終月聖次郎。大御国坂本の最強寺に埋葬。ありがとうございます。